ダッシュ9は GE トランスポーテーションシステムが製造した電気式ディーゼル機関車のシリーズである。1990年代に従来のダッシュ8シリーズの後継機種として登場し、2000年代前半のエボリューションシリーズへの移行まで生産された。既存のダッシュ8シリーズの改良版で高粘着台車ハイアドを装備する。出力が4000馬力と4400馬力のものがあり。 さらに6道軸のものと8道軸のものがある。機関はいずれもゼネラルエレクトリック製の16気筒、4工程エンジンである7回 DL 型で、ターボチャージャーを搭載する。ノーフォークサザン鉄道8801号機ダッシュ、9から 40C ノーフォークサザン鉄道8921号機ダッシュ、9から 40CW、BNSF 鉄道4428号機ダッシュ。 9から 44CW-9 から 40C は、1995年1月から3月までに、製造された六道軸、CC 型車軸配置の機関車である。125両が、ノーホークサザン鉄道に納入され、それぞれ48,224から48,348を不番された。既存の車両が出力4,400馬力だったのに、比べ、 本形式は4000馬力となり、出力が抑えられているが、これはエンジンの寿命の延長とオーバーホール間隔の延長を狙ったもの。運転室形状は従来のものを踏襲しているが、屋根状に空調機を搭載しており、外観がそれまでのものと異なる印象を持つことから、トップハットというニックネームを持っている。ダッシュ9から 40CW は、 1996年1月から2004年9月までに製造された6道軸 CC 型軸配置の機関車である。1089両が製造され、全車両がノー草ークサザン鉄道に納入された。基本的にダッシュ9から 40C の延長線上にあり、出力が4000馬力に抑えられているのも同じである。現在は後継機種の ES40DC がラインナップ。 されている。韓国で制作されたアニメーション、キティポティティポではこの機関車をモデルとしたマニーとバニーという名前の双子のキャラクターが登場するが、車軸配置が BOBO BO になっている。全部連結機が格納式になっている。当事車と異なる部分がいくつか見受けられる。ダッシュ9から 44CW は1993年から2004年まで。 製造された4400馬力の機関車であり、ダッシュ級の代名詞的存在である。シカゴノースウェスタン鉄道、アッチソントピカサンタフェ鉄道、その後ろ身である BNSF 鉄道、CSX トランスポーテーション、サザンパシフィック鉄道、カナディアンパシフィック鉄道、BC レール、ユニオンパシフィック鉄道といった多くの北アメリカの鉄道事業者が導入した。 現在は鉄道車両の排出規制により、後継機種として ES44DC がラインナップされている。ダッシュ9から 40CW の強技版であるが、車体構成は大きく異なり、8同軸 BBB b BB 型軸配置の機関車である。全141両をブラジルの FM が所有している。不満は1113から1253。FM は 期間 1000mm のメーターゲージであり、必然的に台車の幅が狭い。そのために、ダッシュ級シリーズが搭載するモーターを台車に搭載できず、同じ出力を得る手段として、小型のモーターを発行使用する。ありがとうございます。